皆さん、こんにちは。中小企業診断士の加藤忠宏です。本日は、高校で、平成7年から必須化される、ですね、情報という科目について、勉強の仕方、そして実際にセンター試験で出た場合の解き方、あるいは実務ではどんなふうに使われているのかということについて解説をさせていただこうかなと思います。それではよろしくお願いします。本日はですね、センター試験のセンターが発表したサンプル問題の第1問の問いの数、これについて回答と解説をしていきたいと思います。問いの3、次の文章を空欄、くからこに入れるのに、最も適切なものをそれぞれ回答文の中から選びなさいということですね。次の図1は、モノクロの画像を16画素ですね。16画素のモノクロ階調、8階調ということで、画素というのが、縦横の個数ですね。区切りの個数。1、2、3、4。縦に1、2、3、4ですね。4、4、16。これが画素。ピクセルというよく言われてますね。それと、モノクロの8階調というのは、8階調というのは、濃淡のことを意味しますね。ですから、各ピクセルを8段階の濃淡で表現する手順を表しているということですね。この時に手順2では、く、このことをけということで、手順1から3のような方法でデジタル化されたデータは、こなどのメリットがあると書いてあります。で、例えばということで、もうすでにモノクロになっていますけども、普通はカラーの写真とかですよね。画像ですよね。だから、普通の写真の場合ですと、一回グレースケールと言いまして、モノクロに変換するんですね。だから手順0ってのは本当はここにあるんですけど、この問題では削除されています。で、モノクロ化された画像を16分割されますね。ピクセルで分割していきます。で、ピクセルで分割して、その濃淡を8段階で表現します。で、このケースでは0から6までの7段階になってますけども、本来は7があるはずなんですね。で、ここから察するに、7っていうものは真っ白で、0っていうのが真っ黒を表します。ですから、左隅の6っていうのは、限りなく7に近いものですから、白に近いですね。で、これをさらに、二進数に分割しているんですけども、例えば、6は110ですね。5は101。4は100。3は011。2は010、1は001、0は000ということになります。ですから、7は当然ながら全部で111ということになるわけですけども、それぞれの持ってる意味というのは、2の倍数なんですね。ですから、101っていうのは2の2乗足す2の0乗ですから、4足す1で5ということになるわけですね。では、問題を見ていきましょう。実はですね、モノクロデータをですね、区分化していきまして、区分化していきますね。区分化していきます。で、区分化していって、これの代表的な色に合わせていくことを標本化っていうふうに言いますね。標本化と言いますね。標本化です。で、問題は、設問で示されているところとして重要な点は、論点はですね、これですね、手順2のところですから、標本化されたデータをこっち側に持っていくことですね。これの、濃淡が数値化されているっていうのがポイントですね。ですから、区間の濃淡を整数に置き換えているっていうのは、これ正解ですよね。正解です。で、画像を区間に分割している。単に分割しているだけじゃないので、これは違うと思います。で、整数値を二進数に表現しているのは手順の3です。これですよね。手順の3なので、これも違う。
敷地を基準に白黒の階調に変換しているというのが、これが手順の1なので、これが違うので、答えは、区の答えは0ですね。もうすでにグレースケール化された、灰色化されている画像をですね、白黒の濃淡で一定値に収束させてますね。このような手法のことを量子化ですね。クオンティゼーションっていうふうに言うんですね。で、今まで連続データだったもの、グラデーションのような色をしてますけど、連続データだったものが、例えばこういう感じですね。これを離散データにするんですから、ここ、こういうふうに離散データにするんですね。離散データ化していくのが量子化の狙いであります。では、問いの3ですね。をいきたいと思いますが、次の図の1はということでね、手順1から手順3のような手法でデジタル化された画像は、個などのメリットがあるということで、まず見ていきましょう。コピーを繰り返したり、伝送したりしても画質の劣化がない。確かにそうですね。伝送中にノイズが入んない限りですね、画質は劣化しないんですね。はい、正解です。で、だから答えはゼロですね。で、ディスプレイを拡大してもギザギザが現れない。デジタルの場合は出ますよね。これをジャギーと呼んでます。ジャギーと呼んでます。まあ、デジタルデータですから、離散データの連続なので、離散データですから、どっかで切れるわけですから、で、カクカクするわけですね。なので、現れないと書いてますので、×ですね。で、次にですね、データを圧縮した際に、圧縮方式に関係なく完全に元に戻ることができる。元に戻ることができることを可逆性と言います。逆に元に戻らないことを不可逆性と言いますが、基本的にデジタルデータの場合は不可逆である可能性が非常に変換をした場合ですね。特に圧縮処理をした場合、不可逆性になりますので、これは不可逆性ですから、戻ることはできないので、×になります。もう少し解説をしましょう。私どもがよくデジタルで写真を撮りますけども、わざとローデータという形で撮影をします。これはなぜそうなのかっていうと、ですね、設定条件、カメラの設定条件を、に加えて画像のデータを100%で取り込んでいきます。ね。ところが、ですね。これだと、ウェブには掲載できないので、設定条件のデータを捨てるんですね。これが圧縮処理というやつで、これで、JPEG という圧縮された、ですね、画像になります。これが実際にウェブとかで使われるということになるわけです。全体の容量的には4分の3捨てますので、4分の1に圧縮されるというのが常識になっています。あと3番ですね。著作権を気にすることなくコピーして多くの人に配布できるって、これ間違いです。著作権は法律の問題なので、デジタルデータの特性とは関係がないですよね。はい。なので、答えが010というのが答えになります。実務の話をちょっとさせてください。画像データの量子化の過程は実際にどういうふうに行われているのかっていうことを考えていきます。実務では OCR といって手書きデータを読み取ることができるんですけど、今、手書きデータで5っていうデータが数字を書いたやつがありますね。このデータを量子化する過程っていうのを実際にお話をさせてください。自分は人工知能のプログラムなどを書いているので、機械学習ということをさせますけども、5というものはどういうものであるかっていうのをコンピューターに覚えさせなきゃいけないんですね。
だからコンピューターに学習させるためにはデジタルデータにしなきゃいけないから量子化っていうことが不可欠なんです。同様に猫の顔を覚えるとか犬の顔を覚えるっていうのも人の顔もそうなんですけど、学習データっていうものを作るときにはもうこの量子化っていうのは必須なんですね。ですので、あ、そっかと。AI の世界とか、その手書き文字とか、その写真を読み取るというときに、この量子化っていうものが使われてるっていうふうに、ご理解いただければと思います。で、例えば、5という数字を読み取ったときに、5のデータの特性っていうのを、まず、連続の手書き文字から離散データにしますね。カクカクカクってしてますね。で、これは、さっきの問題は 4×4 だったんですが、5×5 のピクセルに分けているわけです。午後25っていうことですね。まあ、便宜上そういうふうに考えてください。で、この便宜上5×5にした5っていう数字なんですけど、まず、これを学習するときに畳み込みという手法を取るんですね。で、これで5という数字の特性を数値化していくわけなんですが、今5の数字の左上の部分だけをクローズアップしました。そうすると、黒い部分って1、2、3、4、5。黒い部分が5つありますね。同様に真ん中のところはどうかっていう、1、2、3、4、5、6、7。7個あります。以下、このように、畳み込んでいって、その黒い数を数えていくんですね。そうすると、5というもののパターンっていうのが見えてくるんですね。これが574353の475ってやつですね。で、これを学習させていくんですね。と、5の数字、6の数字、7の数字っていう特性が分かって、コンピューターに分かってくるじゃないですか。その中で、手書き文字を読ませて、グレースケール化して、やっていく、デジタル化してやっていくと、どのパターンに一番似てるのかっていうことで、あ、これは5でしょ、4でしょ、3でしょっていうことが分かっていくわけなんですよ。よろしいでしょうか。それと、少し最後のところでちょろっと出てきた著作権ですが、今回はまあ、どっちかって理科的な話をしてるのに、社会学的な話が出てきたんで、もう明らかに違うよねって言ってしまったんですけど、少し実務的な話をします。で、よくやはりウェブコンテンツを触ってると、著作権の問題が出てくるので、著作権のポイントをですね、まとめましたので、ちょっと見ておいてください。で、著作権のポイントっていうのは、基本的に表現のオリジナリティを守る権利なんですね。例としては、音楽、絵画、彫刻、書籍、ウェブコンテンツ、キャラクター、ロゴなどが、それに相当します。で、実務家として、一番面倒なものを先に言っとくと、音楽です。なぜ音楽が面倒なのかっていうと、作詞者がいて、作曲者がいて、編曲者がいて、演奏者がいますよね。もっと言うと、歌ってる人もいるんで、歌唱者もいるんですよ。そうすると、音楽の著作権って、5人の少なくともアーティストの、合作であるというふうに考えるのが妥当で、そうなってくると、っていう話ですね。5人全部に許諾を取らなきゃいけないっていうことになるんですよ。だからジャスラックとかいう著作権を管理する団体があるんだと思いますけども。なので、著作権で一番めんどくさいのはね、音楽です。で、たまたま曲を書いた時に似ている曲ができちゃったけど、これは著作権違反なのかっていうことですね。で、特許権だと、同じ特許を偶然発明しても、後からですね、出てきた人はアウトになるんですけど、ところが、著作権の場合は偶然似てるのは OK なんですね。で、偶然似てるけども、
この人は犯罪なの？それともアウトなの？それともセーフなの？っていう判断基準があって、それが、依拠性というものなんですよ。依拠性。依拠性ですね。で、これは、依拠性というものは参考にしてるかどうかっていうことです。以前、依拠性で非常に裁判に問題になったのが、小林亜星っていう作曲家と、服部さんっていう方の裁判がありまして、小林亜星さんが、服部さんに対してですね、俺の曲を真似したんじゃないかっていうことを言ったわけですが、いやいや、違うよ。俺はたまたま偶然似てしまったんだっていうのが服部さんの主張だったんです。で、裁判ではこの依拠性がポイントで、この依拠性があるということで、亜星さんの著作権が認められて、服部さんの作品はアウトになったっていう経緯があるんですね。で、ですから偶然似てるものは依拠性はないわけですよ。まずそこを知っててください。で、人格権と財産権ですね。著作権は人格権と財産権があるんですね。で、人格権はね、これ譲ることができないんですよ。売ることができない。だから、売っても必ず人格権が残るんですよ。財産権は利益、印税をもらう権利なので、これは譲渡可能なんですね。だから、譲渡可能なものと不可能なものがあるっていう。だから、作品は売ってもね、ゴッホが自分の作品を売ってもね、ゴッホだのさ、作った作だっていうふうに、絵で、描いた絵だよって残りますよね。それは人格権があるからだ。ということです。で、財産権を放棄して、どんどん使ってくださいっていうのがフリーソフトとかフリー画像ですね。で、著作権で守れない権利っていうのがあります。それがまずアイデアで、アイデアっていうのは基本的に特許権か不正競争防止法で守るということになります。で、特にアイデアの中で企業秘密に相当するものが不正競争防止法で守られるということですね。特にこれが問題になっていたのは、その日本の半導体技術がですね、お隣の国に盗まれてるんじゃないの。つまり、退職した社員ってどこ行こうが自由なんですけど、それを全部お隣の国が雇用してしまって、日本の半導体の作り方っていうのを真似されてしまったということになりますね。なので、今、不正競争防止法ってのは非常に厳格に管理されるよう、定義されるようになっています。で、あと、著作権で守れるものってなって、これが二次使用権っていうのがあるんですね。例えば、ということで、キャラクターをイベント用に開発したとしますね。で、そのキャラクターをですね、別の用途に、例えばコロナで予防注射を打ちましょうとか、そういうキャンペーンキャラクターを、例えば使ったとするじゃないですか。それが二次使用ってやつですね。で、この二次使用というのは、著作者がダメだよっていうと、もうアウトなんで、その点は注意が必要と思います。だから、CM のために作った曲をですね、アニメで流すとかね。そういうのは二次使用に当たるので、許諾が必要という、著作者の許諾が必要ということになります。あと、今よく言われる肖像権は法律にはありません。肖像権法ってのはないんですね。で、なんで肖像権というものが、語られるかというと、まあ、一つ個人情報保護法という問題もあると思うんですけども、一番の発端は、今でも覚えてますけど、高校生の時に郷ひろみ人形って出たんですね。で、郷ひろみ人形の差し止めをしたんですよ。その時に訴えたのが肖像権なんですよ。だから、そこで郷ひろみ側に勝訴が出たんですね。で、ここのところを強く訴えているのがジャニーズですね。ですから、ジャニーズのタレントのですね、出ている雑誌の表紙っていうのは、そのタレントの顔を切り抜かないと、
ジャニーズに怒られるという肖像権だよって言われちゃうわけですよ。ですから、これで気がつくと思いますが、雑誌の表紙に出ているアイドルっていうのは非常に微妙な問題だということに気がつきますね。雑誌の表紙っていうのは著作権じゃないですか。で、中に出てる人が肖像権ですよね。だから、著作権と肖像権で両方成り立っているのが、映画とか音楽の雑誌の表紙ってことになります。で、もう少し突っ込むと、雑誌の表紙っていうのは、基本的に出しても怒られません。で、理由というのは、雑誌の表紙は、表紙を出さないと本が売れないから、っていうのがポイントで、著作権的にはグレーゾーンとなされているようですが、基本的に、まあ、安全と思います。ただ、人の顔が写っているものについては、もしかするとっていうことがあるので、注意をしていってください。まあ、実際にデジタルというものがですね、一般社会で使われるときにどんな形で使われるのかっていうことをちょっと解説しながらですね、問題を解いてみました。どうもありがとうございます。